ちは。ここはロンドンヒースロー空港。本日はこれからバージンアトランティックを利用してロサンゼルスへ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはラウンジへ行ってみたいと思います。お腹も空いておりますが、まずはレセプションでシャワー利用の予約をいたしました。ヒースローのバージン自前のラウンジクラブハウス。広上に間仕切りがほとんどないので開放感があります。早速シャワールームへ向かいますが、窓際のエアロバイクに目が行ってしまいました。ご丁寧にタオルやドリンクが置いてありまして、飛行機眺めながらラウンジダンスが流せます。長距離移動前に運動するのもいいかもしれませんね。こちらがシャワールーム。パッと見は綺麗なのですが、どことなく古さを感じます。本日は夕方17時頃出発の便なのですが、ここでシャワーを使う前提で着替えをあらかじめ持ってきました。残念ながらシャワールームにハンガーはありませんでした。よくよく見ると壁には若干カビがちらほら。生意気にも厳しいこと言わせていただきますと、どこか掃除が甘い気がいたします。ドライヤーはどことなく 3,40 年くらい前にあったような形をしておりまして、風圧と温度ともにマックスにしてもとても弱めです。シャワー利用させていただいた後、座る場所を探します。各テーブルには QR コードが置かれていて、スマホで読み込んで食事を注文します。私のテーブル番号は L9 のようです。隣のテーブルを見たら、ちょうどハンバーガーとチキンウィングがオーダーされていたようで、それを見たら食欲が倍増してきました。とりあえず IPA と餃子をオーダーしました。風呂上がりのビールはいつでも最高です。
食事はすべて座っている場所まで持ってきていただきます。続いてオーダーしたのはチキンカツ。先ほどの餃子も3個だけでしたが、このチキンカツの丼も量は少なめ、半人前といったところでしょうか。見た目も味もカツカレーですが、カレーのルーがかなり薄めです。そのせいか日本人としては味が物足りない感じがしてしまいます。ラウンジ内何があるのか見て回ってみようと思います。画面向かって右側、ラウンジ内にはレストランもありまして、そちらでもお食事がいただけます。ソファーの方でいただいただけで私は今回利用いたしませんでしたが、もし次回機会がありましたら利用してみたいと思います。こちらでは好みの具材をカスタムして自分好みのサンドイッチなどを作っていただけるそうです。サブウェイしかサンドイッチ屋さん知らない私は、こんなおしゃれなスタンドを利用するの引きが引けますが、お魚食べたかったのでオーダーしてみます。こちらの白玉ねぎ巻いて酢漬けにしてあるお魚は美味しかったです。サーモンも良かったです。イギリスのこと全然知らないのですが、お魚は美味しいのでしょうか。登場前に最後にもう一品をオーダーします。シンプリシティプラントバーガー。こちらも小ぶりで食べやすいサイズです。まずくはなく、それなりに人工肉美味しいのですが、やはり私は牛肉が好みのようです。バージンのクラブハウス、結構ガヤガヤしていて静けさはないのですが、ポップで遊び心を感じられるラウンジでございました。
Well, hello, good afternoon, and a very warm welcome from all the crew on this Virgin Atlantic flight, PS23 to Los Angeles. We'd like to welcome back members of our flying club. ロンドンからロサンゼルスまで約11時間。離陸してしばらくすると機内サービスの提供が始まりました。You can now recline your seat and you can take this strap off. So. 最初にまずアッパークラスの搭乗客共通でポテトチップスがサーブされました。背もたれを少し倒して楽な体勢にいたします。バージンアトランティックにファーストクラスはありません。ビジネスクラス相当のこのアッパークラスが一番上のクラスとなります。映画見ようかと思いまして、フライト系のヘッドホンを利用いたします。持った感じは重厚な感じはせず、あまりいいヘッドホンではないような見た目と感触です。バージンのロゴが入っているのですが、家電ブランドのロゴは見つけられず、どこのブランドのものかは判別できませんでした。
一応ノイズキャンセリング機能がついていますので、それをオンにして使ってみます。頭につけてみたところ、あまりしっくりフィットする感じではなかったです。高級ヘッドホンをつけた時に感じられる包み込まれるような、耳についついてくるようなつけ心地はないです。リモコンはついていなくて、モニターをすべてタッチして操作します。このモニター、映像がものすごく綺麗です。私の浅い経験で恐縮ですが、これまで乗った飛行機内モニターの中で鮮明さはダントツです。この飛行機は A350-1000、作られてかなり新しい機材だと思いますが、指でタッチした反応もとても早いですし、地上にある最新のテレビやコンピューターと映像の美しさは遜色ないです。ただ、現在は日本に就航していない航空会社なので仕方ないですが、日本語吹き替えや日本語字幕の映画は一切ないです。お食事の提供が始まります。3コースの夕食で前菜、メイン、デザート、それぞれ選択肢が 2、3 種類ありますので選んでいきます。引き出したテーブルはスライドして己の正面に持ってきます。スライドしたところにも物が置けるので、かなり大きなテーブルになります。前菜に選んだのはビートルート、赤いカップみたいなのがビートルート、ヤギのチーズと一緒にいただきます。まずくはないのですが、それほど美味しいとも思いませんでした。付け合わせのパンは温かくて美味しかったです。塩コショウの入れ物がとても可愛らしくて、思わず手に取ってしまいます。お食事は事前にネットからベジタリアンミールやハラルミールなどをオーダーすることも可能です。メインは3問を選択しました。スイートポテトのピュレとチンゲン菜が一緒についています。思わず笑ってしまいましたが、メインで選択したサーモン、蜂蜜生姜のソースがびっくりするほど甘いです。ただサーモンの身自体はとても美味しいです。味付け、単純に塩コショウだけでいいのになと思ってしまいます。デザートはクリームに浸ったブリオッシュとバタープディング。こちらは温かいデザート。かなり甘いです。これで最初のお食事サービスは終了。付け合わせのパンとビールが美味しかったです。恐れながら正直に申し上げますと、前菜、メイン、デザートは私の口にはあまり合わなかったです。食器を片付けていただいた後、コーヒーをいただきました。可愛らしい絵柄のマグカップです。
食事を終えてしばらくすると機内暗くなりました。荷物棚に用意してある敷マットと掛け布団を取り出します。飛び立って3時間くらい経過したところで飛行機はグリーンランド上空。ロサンゼルスまではまだ7時間ほどかかります。お手洗いに立ちます。お手洗いは通常サイズの狭さですが窓があります。ちゃんとシェードもありますが、上空にいるときは閉めなくても見られてしまう心配はないでしょう。アメニティのパジャマはないので本日は着替えませんが、引き出して使える腰掛けが一応あります。アッパークラスの後方へ行ってみます。こちらには小腹が空いた時用のスナックとバナナ、そしてアッパークラス搭乗客専用の談話スペースザ・ロフトがあります。ヴァージンといえば機内にバーカウンターがあることで有名ですが、こちらの新しい A350 シリーズには設置されておらず、代わりにこちらのスペースがあるそうです。たまたまかもしれませんが、私がダウンスペースを覗いた時には誰もおらず、皆さん自分の席で過ごされているようでした。シートはしっかり180度フルフラットになります。敷きマットを敷いていても少し固めに感じますでしょうか。横になると頭上までシェードに囲われて、そこそこプライベート感はあります。通路側は半分だけ閉められます。家に帰ってから寝られなくなりそうで、今回は一睡もせずに機内で過ごしておりました。到着まで2時間くらいのあたりで何か食べないかオファーされまして、メニューを見てみます。1回目の食事以降は好きな時に好きなものをオーダーできる形式ですが、メニューは4種類のみで全て軽食的な内容です。フィッシュサンドをオーダーいたしました。大きさは小ぶりですので、もしもっと食べたい方は他にもオーダーされるのがいいかと思います。お味は普通です。語彙力がなくて恐れ入りますが、見たまんまのお味でございまして、それ以上でもそれ以下でもございません。正直マクドナルドのフィレオフィッシュの方が美味しいです。
今回のバージンでの移動、ラウンジ、それから機内で散々食べておきながら恐縮ですが、お食事に関しては素晴らしいとは言い難いところでございます。私は日本人の味覚なのでそう感じるのかもしれませんが、日系航空会社の機内食の方が断然美味しいと思います。到着まではもう少しだけ時間ありますので、また映画などを見て過ごします。ヘッドホンは数時間使ってきましたが、ノイズキャンセリング機能も弱めでいまいちクリアに聞こえない気がいたします。もうしばらくするとシートベルトサインが点灯するとのことで片付けを始めます。11時間の空の旅もそろそろ終わりです。眼下にはイングルッドのソファイスタジアムが見えてきまして、まもなく LAX に着陸です。今回の移動、お食事に関してはあまり自分の趣向には合いませんでしたが、 CA さんはとても親切で過剰に声をかけられることもなく、ちょうどいい距離感のサービスでございました。私住んでおりますラスベガスにも就航しておりますので、また機会がありましたら利用してみたいと思います。最後にチケットのお話でございますが、バージンポイントを利用して予約いたしました。必要とされたのは片道 67,500 ポイントと所税費625ポンド。ちなみに今回のチケットを現金で予約した場合はエコノミークラスは片道約1670ポンド、アッパークラスは片道約7360ポンドでした。Ladies and gentlemen, from the captain, a very warm welcome to Los Angeles. Cabin crew, if you prepare the doors for arrival, thank you very much.Remain in your seats for the next kind of 5 to 10 minutes, and we'll let you know when you can get back up again. Thank you.